全10回戦の予選ラウンドを勝ち抜き決勝ラウンドに進出した8名のプレイヤー出てこいや。プレイヤーズコンベンション千葉2023モダンオープンサポーテッドバイ楽天ブックス準々決勝始まってんじゃんということで、福島さんのラクドス早期早期能力を持ったクリーチャーをマナコストを踏み倒す、その早期コストでプレイ、そのクリーチャーは戦場に出た時に何かしらの能力で対戦相手に害を与えますが、クリーチャーとして戦場に残ることはなくそのまま墓地に落ちていく、そんな早期で唱えたインカーネーションエレメンタルたちを、黒のフェインデスといったインスタントで、死亡すると戦場に戻すという能力を与えることで生贄に捧げたものが戦場に戻り能力を使い回しつつクリーチャーとして戦場に残って戦力になると、今回は一旦ね悲嘆で対戦相手の手札を捨てさせ、さらにアンホーリーマリスこれで戦場に戻しておかわりのハンデス2枚の手札を削ぎ落としつつ威迫持ちの悲嘆で殴りかかっていく、プラス1カウンターを戻っているので4点ダメージと値も大きく長谷川さんのライフを減らしながら圧をかけていくところ、対する長谷川さんも1ターン目にラガバンから攻めの一手切り出しますが、これは除去られ稲妻で除去されてと、今のところ福島さんがおせおせムード、ラガバンまで追加してちょっと倒さなければいけないクリーチャーが多い状況になりますね。さあそんな悲嘆に稲妻を打ち込んで除去、さらにラガバンを出してターンエンド、これが相打ちになればなというラガバンですかね。さあそんな思惑通りラガバンでラガバンをキャッチ、モダンを代表する最高1枚クリーチャーのぶつかり合いからの、これは、シークレットレイヤーの黒草ですかね、死の上のタイタン黒草で手札を捨てさせ、続くターンの福島さんの追加戦力はなし、長谷川さんは土地をフェッチから持ってきてのマナで、おお、都合3枚目のラガバンで吸収、ターン終了時手札に返ってしまうものも速攻で攻撃できる、そのコストに唱えて殴って宝物を作る、福島さんはアガディームの場所ですよね、キールか、マラキールの最短を裏目の土地として出してターンエンド、ちょっと動きがない間に長谷川さんがラガバンでコツコツ殴って宝物作ってを繰り返していく、さあ福島さんここで4マナから悲嘆を唱えますが、これは対抗呪文で打ち消され、
がさらに帳簿先から九州のラガバンで防備誘発の手札入れ替わっての攻撃と、目まぐるしいこのスピーディーな立ち上がり、めくったのは稲妻で、これをどうするか。ここはそれは唱えずにドラゴンの怒りの媒介者でクリーチャーを追加。ここで墓地を追放しながらクロクサを戦場に戻して手札を捨てさせ、ターン終了を宣言。草は66とでかい上に攻撃すれば手札を捨てろ、土地じゃないカードを捨てない限り3点くらえと、猛烈なライフおよび手札すり減らし能力を持っている。最近では本当にパイオニアでよく目にするカード、スタンダード現役当時はスタンでも使われまくってましたが、モダンでもこういう1枚忍ばせておくと消耗性の時には非常に頼れるとどめの1枚になり得ます。さあそんなクロクサの攻撃を受けて長谷川さんは怒りの媒介者でキャッチ。帳簿先は致命的な一押しで除去して、長谷川さんをここでクロクサの前に打つ手なしと判断しての投了となりました。強い、そして冷静である。福島さん、ラガバンで攻撃され一方的な展開になるかとは一瞬思われたんですが、墓地から駆けつけた黒草で逆転と、まあそこに至るまでのね、黒草が除去されなかったのも1ターン目のやはり早計唱えた悲嘆をアンホーリーマリスで使い回して手札2枚稲妻と邪悪な熱気でしたっけね、捨てさせたことがものすごく意味があったというところですな。お互いに低コストのクリーチャーで仕掛けていって、稲妻なんかは火力も飛ばし合ってる激しい応酬、まず1本制したのは福島さんのラクロス早期。サイドボードはですね、まあ、長谷川さんのデッキが結構この墓地を使うってところもあって、あ、これデッキリストが印刷されたものがプレイヤーに手渡されているので、それをサイドボーディング中だけ確認できるっていうものですかね。予選ラウンドでは相手のデッキは非公開ですが、決勝ラウンドでは今回はデッキリスト見れるルールになっているのかな。そう、話に戻りますが、長谷川さんのデッキが割と、ドラゴンの怒りの媒介者やダクロの失勢といった、墓地に関する能力を持ったクリーチャーを用いる関係上、福島さん墓地対策をしようと思えば、ミニンカ霊柩車、スタン、パイオニアでもよく見る墓地を
継続的に追放していける期待カード、これをインする可能性あるか。あとは純粋にタフネスが高くて青若では除去しづらい、ジャクラの一気ぐらいでしか倒せないんじゃないかな。目視力シオルドレッドとかそういうのもあるかもしれないですね。対して、1本目メイン取られたイゼット側の長谷川さん、サイドカードはそうですね、なかなか面白いカードかも。どっちかというとこう一枚差しのカードが5種あっていろいろ散らしてあるって感じですけど、サイドボードにちょっと見慣れないカード名が、おー厳しい説教、いいですね、名前がいいな。指輪物語の新しいカードですね。パワーかタフネスが2以下のクリーチャー呪文を打ち消せる、青の1マナのインスタント、スタンスホルディング、厳しい設計、なるほどね、モダンでも確かにパワーかタフネスに以下のクリーチャー打ち消せるっていうのは割と範囲が広くて良さそうですね。特に後手の時に相手の2ターン目のアクションを潰せる可能性が大いにあるっていう強みがありますが、先ほど手札をグズグズにされた悲嘆、こちら3-2なので厳しい説教で打ち消すこともできる。それができれば相手にハンドの内容もバレない上に、悲嘆のために手札1枚追放している関係上1対2効果も取りやすくて、もしかしたらサイドインとかしてるかもしれないですね。さあ長谷川さん、2ターン目まで土地を並べるだけでアクションなし、福島さんも2ターン目ロークスワイン城を置いてターンエンドのような、はい、ジェスチャーをしたところで長谷川さんが土地を起動して、蒸気口を置いての考慮、ライブラリーの上にあった島を墓地に置いてカードを1枚引く、手つきがスピーディーで、ちょっとねうっかりしてると何がやり取りされてそうなったのかわからないってこともちょっと出てきますけど、
ただゲーム的には本当にお互い土地を置いてるだけという、先ほどに比べるとかなり静かな。一ターン目早期コンボ決まってとか、ラガバーの殴り合い始まってとか、そういう動きもなく静かですが、ここは表現の反復から、長谷川さんがカードを1枚手札に加えて、もう1枚は追放して唱えられるようにする、1枚のカードを2枚分に増やす動きができるかどうか。追放したのは土地、そしてこれでソーサリーが墓地に落ちて、カードタイプ3種類あるので、光の媒介者の紅葉まではあと1ターンと、あと1枚というところ。さあ、その土地を置いてターンエンド、福島さん2マラで止まってアクションなしからの3マナで沼を置いて、ここはミニンか霊柩車を出すと、この霊柩車には対抗呪文で打ち消し。やはりまあ墓地がいっぱい溜まると投稿するデッキなので、そうはさせまいとサイドにしましたが、長谷川さん、このデッキの滑らかさを妨害してくるアーティファクトをしっかり打ち消して、さらに表現の反復で今度の追放はドラゴンの怒りの媒介者、まあ、これは稲妻ですぐ処理されますが、福島さんまたも自身のメインでは動きなくターン終了。ちょっと手札の内容が良くないのか、あるいはじっくり溜めて勝負どころで一気に放出するという使い方を選択しているのか。さあ、媒介者また出てきますが、再び稲妻、除去寄りのハンドなのかもしれませんね。対して長谷川さんもこのミニンカ霊柩車、まあ、先ほど黒草を見たというのもありますし、あとはフェインデスなんかの墓地から戦場に戻るインスタントがかかっている早期クリーチャーが戻る前に追放してしまえばっていう、こちらの墓地対策もまた相手のデッキの理想の展開を崩す一助に、まあ、なるかなというところですね。さあ、福島さん2マナでラガバンを吸収、これには邪悪な熱気が当てられる。お互いちょっと決め手がない中のゲーム展開ですが、この霊柩車による追放とサイズアップがどうつながるかですね。ちょっと今はね、場内で、モダンオープンの、優勝表彰式をしていたので、急遽録音を止めました。さすがにネタバレになるということで現在録音しているのはこれでね、この準々決勝が行われた翌日のお昼ですね。会場の都合で準々決勝まで、土曜日のうちに
行って、準決勝から日曜日の、午前中から行っているという形でございます。さあ長谷川さんは霊柩車で墓地を締め上げつつ、濁流の失勢の展開にも成功。墓地をめぐる駆け引きで、まあ、一歩二歩ぐらいリードしたと言ってもいいんじゃないでしょうかね。さあそして、福島さんは濁流の失勢終始クリーチャー破壊を打ち込みますが、これは対抗呪文でスパッとカウンター。対して福島さんは2マナから、あれはちょっと絶妙に反射してて見えないのですが、ダウスイか、ダウスイの虚空歩きを出しつつ、出費はかさんだものの劇場、そして稲妻の合わせ技で濁流の失勢を除去することに成功。で虚空歩きでその失勢が追放されて、邪悪な熱気を打ち込んでダウスイが死亡する。からのラガバンアタック。そして濁流の失勢2体目を戦場へ。福島さんはグレン術師ですね。歴戦のグレン術師、手札1枚捨てて2枚ドロー、エレメンタルが1体出てくる。さあここでダクロが攻撃して、お互いのライフにちょっと大きな差がついている中、長谷川さん1マナクリーチャーもさらに2体展開。これらで攻撃しなくても霊柩車に乗り込ませることでかなりの打点が期待できますね。さあそしてここは厳しい説教でグレン術師打ち消されての、おお、やっぱりサイドインされてましたか。長谷川さんが1本取り返して3本目突入。いや、ここまで10回戦戦い抜いてきたプレイヤー同士、なんと言いますかね、両名とも落ち着き払って引き込んだカードの中からのベストな選択肢を可能な限りベストに近い選択肢を選びながら落ち着いてゲーム進めて、この2ゲーム目は長谷川さんの打ち消しが
要所要所で対抗呪文、厳しい説教を効果的に働いて、勝利をつかみ取ったと。さあ、さらに3本目に向けて、まあ、先手後手の入れ替わりっていうのがやっぱ一番大きいですからね。先手の時に強いカードもあれば、後手の時に全然強くないカードっていうのは、皆さんもね、マジックをプレイしたことがあれば、同じカードでも強さがここまで変わるかって体感したことあると思いますが、そういうのも込みで移動調整。あるいは入れ替えていなくてもちょっと入れ替えてるような、そういうね、まあ、ブラフじゃないですけど、対戦相手に一つでも余計なことを考えさせるっていうのが大事ですからね。いろいろと思考を揺さぶる。2本目から何もいじらずにそのままシャッフルしたですよね。2本目で見たサイドカードが逆にそのままなんだとか、いろんな情報が相手に伝っちゃいますから、まあ、お互いサイドをチェックした後に、微調整を施した後に対戦相手に投下してカットしてと。お互いにマリガンチェック。長谷川さんは7枚キープ、福島さんが1マリガンのところですかね。動き出したこの3ゲーム目ですが、今回も2ターン目までアクションなし、ゆっくりめの展開。長谷川さん、そのエンドに、おお、考慮からめくれた。表現の反復を墓地に落とす。ソーサリーカウントがこれで増えて、2ターン目に展開したこのドラゴンの怒りの媒介者の高揚へつなげると。この辺の判断も結構重要ですよね。僕とかはもう目先のアドバンテージに
振り回されるタイプなのでそのまま引いちゃいそうですが、とにかくソーサリーをこのタイミングで落としておくということが重要なんでしょうね。さあ福島さん、ここは2点のライフを失って、歴戦のグレンジュズ氏、これにはおお厳しい説教が、歴戦を積んでもなおまだまだ若造扱い説教が飛んでくる。さあ土地を置いての、ここはラガバンを吸収でキャスト、この2体の攻撃が通ってライフを減らしつつ宝物生成からの、ライブラリーを追放してめくれたのはダウスイの国王です。これはこのまま大きいということになりました。宝物が揃えばね、ポロッとああいうクリーチャーを唱えて戦力にできちゃう、そんな展開もあることでしょう。さあ稲妻を打ち込んで、さらに1マナー長番を通常キャストですかね、これは対抗呪文で打ち消される。今からラガバン攻撃宣言、これはすかさず稲妻、さあそしてそのやり取りの持ち溜まった墓地を一気に食わせて、ダクローの失勢が戦場へ、墓地には土地とクリーチャーを残す形 でここはソーサリーを残すか、どういう風に追放して4種をポンプするかって難しいですからね。クリーチャーとソーサリーを残してダークローが戦場に、ここはお目視録シオールドレッド、対戦相手がカードを引くたびにライフを減らし、自身が引くたびにライフを得る、皆様おなじみスタン、パイオニア、そしてモダンでも強いシェオルドレッド、これに対して長谷川さんは上から殴れば問題なしと、ダクローの失勢で攻撃。さあラガバンが出てきて、福島さん2点回復の残ライフ10、ここで失勢が除去されれば長谷川さんは一気に苦しくなりますが、ここはターンエンドを宣言したので土地を生贄に捧げてワンドロー、これでシェオルで2点ルーズからの通常ドローでさらに2点、ザンライフ10対10のイーブンな状況下で、ただ飛んでいるこのダクローが強い。ミシュラのガラクタ、トップ確認のアーティファクトが落ちて墓地のカウントが増えている。これで土地アーティファクトクリーチャー操作で紅葉を達成している状態ですかね。
おお、大田原でラガバンがいるので3マナで起動できますね。手札に戻したい。これを受けて福島さんがフェッチ起動からの土地持ってくる。さあ4マナ、シオルが手札に帰っての、この攻撃を受けて劇場が追放されてターンエンド。ロークスワイン城でドローしたんですね。それで今2点ライフゲインしましたが、手札の枚数分ライフも減って、クリーチャーの効率も勝って福島さん残ライフが1点に。ここで歴戦のグレン術師から起死回生の一手あるか。少し力を込めてクッとドロー。トークン2体で地上は硬いが、とにかく問題は失声が飛んでいること。飛行持ちに対するクリーチャー除去がない限りありませんと、投了の手札の内容を示すことで投了の意思を表して、長谷川さんが勝利、準決勝進出。そして次のラウンドからは、日曜日の午前中に試合が行われ、録画されたものを皆さんに見ていただく形になります。いやー、イゼットやっぱり安定感がありますね。とにかく軽いところ強くて、ゲームが長引いてもやっぱり反復だったり、そしてまあ圧倒的なフィニッシャーですね。ダクロの失勢抱えていて、ある種主人公的な存在感を放っていますが、そんなイゼットを使用した、プレイヤーが非常に多いトーナメントになりましたが、準決勝にも、イゼットがこう進めるという形に、長谷川翔一さん、トップ4入賞という形で、ただまだまだあと2回戦ありますからね、優勝までは遠いぞということで、それではまた準決勝でお会いしましょう。